77年の上田都市駅と、周囲約500メートル範囲。左上が、締まりない方面。この写真でも、すでに駅舎とホーム間が埋められているが、かつては、島式ホーム場で副本線が、駅舎前に引き入れられていた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上田都市駅は、北海道深川市田都市町あざ上田都市に、 かつて存在した北海道旅客鉄道新名線の駅である。新名線の廃止に伴い、1995年9月4日に廃駅となった。当駅が所在していた地名より、田戸市川の上流部にあることから、上を冠した。廃止時点で一面一線の短式ホームを有する地上駅であった。ホームは、 線路の南西側に存在し、分岐器を持たない、防線駅となっていた。かつては一面二線の島式ホームを有する列車交換可能な交換駅であった。1983年時点では使われなくなった、駅舎側の一線は交換設備運用廃止後も、分岐器が深川方、名寄の方の両方向とも維持された形で側線として残っていたが、 その後1993年までには撤去された。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が改築されて残っていた。駅舎は、校内の南西側に位置し、ホームから少し離れていた。無人化後に縮小され、間口が狭くなっていた。水田に囲まれており、農協の他民家が散在するのみであった。路線廃止から間もなく、すべての施設が撤去され、現在では、 跡形方もわからなくなっている。2000年時点では空き地になっており、2010年時点でも引き続き空き地で駅前にあった農業倉庫のみが残っていた。また、周辺の線路跡も道路化される模様であった。2011年時点でも同様で砂利式の広場であり、バスの展開場になっていた。また、2010年時点では当駅と延山駅との間にあった、 田戸市トンネルの皇室ブロックを積み上げた名寄方高校が残存しており、北海道道875号から見ることができた。2011年時点でも同様で、高校は土納で塞がれていた。上田どしかり上場上に関するカテゴリー、ありがとうございます。